皆様こんばんは。えー、臨在州、えー、小国寺派要員副住職をしております平塚慶山と申します、えー。今回オンラインでですねお話をさせていただきますのは、えー、初めてのことでございまして、えー、皆様お聞きいただいてい方々のお顔がちょっと見えないんで少々不安を感じてはおりますが、今回、えー、仏教伝道教会様に ご縁をいただきましたのでえ、短い時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。えー、さて、えー、近週の秋、えー、秋も深まってまいりまして、えー、食欲の秋、芸術の秋とも言いますが、今回、えー、週刊フォーステーションのテーマがですね、芸術ということでございまして、 え今私がおります小国寺のお話とこの小国寺に関係の深いですね江戸時代の絵師伊藤若中のお話をさせていただきたいと思います芸術とですね人ごとに申しましても様々ございまして禅宗の中にもですね えー、禅文化という中にこの芸術が含まれております。今日はちょっとおこういったものをですね用意しながらお話しさせていただきたいんですけどもお皆さん見えますかね、えー。禅の芸術ということで、えー、まず漢、えー、視ですとかあ日記、まあ、禅の境地をですね 文字で表した、えー、文学ですね。それから、あ前奏の書きました書、墨籍、えー。それから、伽、え、藍、ー、とか、まあ、お寺も今おります、私のおりますお寺もそうですけれども、建築。それから、枯山水に代表されますような庭園。それから、中国から、まあ、薬の役割としてまあ我々、 お坊さんはですね、飲んでおりました、えー、お茶ですね、それから、えー、精進料理、えー、不茶料理で有名なこのお料理、そして、えー、最後、この絵画。まあ、こういったものが、まあ、禅の芸術に含まれるわけでございます。今日はですね、えー、この中で、まあ、絵画に注目をいたしまして、 お話を進めてままいいいりたいと思いますさて、まず今、私のおります、この聖国寺というお寺なんですけれども、14世紀末にですね室町幕府3代将軍であります、足利義満公が建てたお寺でございます。 アニメの一休さんに出てきましたりあとはですね、えー、金閣寺を建てた方でも知られておりますけれども現在は、えー、臨済州小国寺派の本山でございます創建当時はですね、まあ、今で申しますと国立大学のようなところでございまして、まあ、全国からですね、まあ、優秀なお坊さんがたくさん集まってきてたんですね。 そこで先ほどご紹介いたしました文字によって禅の境地を表したりですね漢詩を作ったりそういったものを当時五山文学と呼ばれてましたけれどもこういった文学が大変盛んになるわけでございますそして文学とともに盛んになりましたのが先ほどご紹介しました絵画ですね 私らのようなお坊さんが禅の修行に励みながら、まあ、その余儀傍らといたしまして絵も描いておりました。吉光皇の時代はですね、えー、日民貿易に代表されるように、まあ、中国からたくさん舶来品絵画ですとかお茶碗とか陶器とか そういったいわゆる空物と呼ばれるものがたくさん入っていました。もちろん中国の絵画もですね、たくさん入ってまいりまして、この聖国寺のお坊さんはそれを見ながらですね、自らも絵を描いていたんですね。そういった絵を描くお坊さんのことを画僧と言います。画像 じゃあどんな人がいたのかと言いますと、まあ、ちょっと簡単な形図を作ってみました。あくまで一部ですけれども、えー、見えますか。まず、小国寺にはこの除説という方がいました。表年図というですね、えー、もので有名で、なまず、あ、を捉えるところの絵を描いて、上にお坊さんがいろいろ。 考案の答え、問題の答えを書いていくような絵ですけれども、それから次に、修文という方がおられます。垂直乱構図ですとか、十牛図という絵で有名ですね。その次に、まあ、皆さん、この方一番ご存知かもしれません。雪舟という方。天の橋立図で有名ですね。で、この修文という方にもう一人お弟子さんがいらっしゃって、小栗相談という方。 この方までがいわゆる先ほどご紹介いたしました画僧という方々お坊さんで絵を描く方時代はですね三代将軍足利義満公の時代から銀閣寺を建てました八代将軍の足利義政公の時代になりますとこの小栗相談のお弟子さんに加納政信という方がいらっしゃいます。 この方ぐらいからですねお坊さんではなくてもう専門に絵を描く方いわゆる幕府御用絵師といいますけれどもこういう方が出てまいりますこの狩野正信からですね後の時代に巨大な絵師集団ここに書いてますけれども狩野派というものを確立していきます小国寺にもですね、この狩野派の方の 絵がございましてこちら、小国寺の八頭というです、ね、建物なんですけれども、この天井画にも狩野派の絵がございます。こういう竜の絵なんですけれども、これ、狩野光信という方が描かれました。 時代はだいたいですね桃山安土桃山時代から江戸初期の頃に1605年に描かれた絵なんですけれども大体床から天井まで11メートルぐらいある高さの天井に大きく描かれています、まあ、特徴といたしましてはちょっと目を見といていただきたいんですけれども八方にらみといってですねどっから見ても目線が合うというふうに技法で描かれています あとは、えー、この絵の下に立って、こうパチンと手を叩きますと、こうまるでですね、えー、竜が泣いているかのように、こうパタパタっと、えー、音が聞こえまして、えー、泣き竜とも言われています。まあ、ちょっとお話がそれてしまいましたが、えー、先ほどご紹介しました、画巣という、われわれお坊さんが絵を描く。 余儀と修行の余儀として絵を描いていた画僧という存在がですねこの絵画の歴史の中で実は重要な役割を果たしていたということでございますさて、えー、時間的にそろそろ若冲の話に入らないといけないんですけれども今日はですね、えー、図録をご用意いたしましてこちらの 図録ご覧いただきたいんですけれども2007年に小国寺の境内にあります上天閣美術館というところで開催されました若冲亭の図録を使ってご紹介していきたいと思いますまずこのこちらがですね伊藤若冲さんですねわかりますか見えますかね 1716年に京都の錦市場というところの青物問屋、今でいう八百屋さんですね、八百屋さんの問屋さんに生まれます。若冲の絵の代表的なモチーフといたしましては、こういった鶏、たくさん描かれています。 皆さんもよくご覧になられる若冲にはこういった鶏が多いかなと思うんですけれどもこれはですね、まあ、割と後期の頃に描かれた絵なんですけれども大変リアリティにあふれる絵を描くのが特徴ですじゃあなんで若冲、えー、は鶏の絵をたくさん描いたんでしょうか 弱痴はですね、もともと若い時から絵が好きで、最初、狩野派の先生について絵を習います。狩野派というのは、先ほどご紹介しました狩野派は、粉本主義といいまして、例えばこういった絵をですね、どん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 お弟子さんが写していくわけです。これを粉本主義っていうんですね。 これにはもちろんメリットがありまして、お弟子さんが一定の水準を保つために、このようなお手本をですね、使って絵を習っていくわけですけれども、若中はそれではですね、狩野派の域が超えられないんじゃないかっていうふうに考えるわけです。そこで次にですね、この禅の修行若中をしておりまして、 その師匠でもありました、こちら、今度はこちらですね。倍相献上大天禅寺という方について、修行をしながら、絵を見せていただいてもらったわけですね。まあ、先ほど申しましたように、小国寺は、中国からの貿易で、たくさんいろんな絵画、中国は宋や元の時代の中央絵画、たくさん貿易で入ってきてましたので、 いわゆる可能派が実際に見ていた元の絵ですね。それを若冲もこの大天禅寺にお願いして、まあ、見せてもらって、まあ、写しては描いて、見ては描いて、見ては描いてしていたわけです。ところがですね、それでもやはり人の描いた絵を模写ばかりしていては、当時の中国絵画を描いていた 医師の域を超えられない、まあ、その人たちのお手本を見ているだけではダメだ、まあ、そのように考えますやっぱり実際にものを見て射精しなくてはいけないんだというふうに考えるわけですねじゃあ何を書こうかというふうに考えるわけです 今まで、えー、模写をしてきたような龍、まあ、ですとか、まあ、先ほどの天井画の龍ですとかね、それから、まあ、空を舞うキリン、まあ、キリンビールのキリンですよね。ああいったものは実際に、えー、見ることができないわけです。じゃあ,、まあ、中国古事に出てくるような人物、もちろんそういう方ももういらっしゃいませんし、山水画のような景色のある山も日本にはない。 じゃあまあ動植物にしようか、実際にいるですね動植物にしようかと考えますが、絵に描いてあるようなクジャクですとかオウムといった珍しい動物は日常にいない。ですが、先ほど見ていただいたこの鶏だけはですね、身近にいながらもこういった五色のきれいな羽を持っている。じゃあ鶏を 加工そこでお庭にですね数十羽のニワトリを実際に飼いましてすぐに射精はせずにじーっとそのニワトリの動きですとか、まあ、羽の色とかそういった生態をひたすら監視し続けるわけです朝から晩まで、まあ、徹底的に見つめて えー、死体をですね観察し続けるんですね。このようなことで若冲は、まあ、鶏をモチーフにしていくわけでございます。まあ、今お話ししましたようなこのエピソードというのはですね先ほど出てまいりましたあ禅の師匠この大天禅寺が 弱中に壊れ,て、えー、壊れまして建てました生前墓生きてる間に建てるお墓ですけれどもその生前墓の脇に刻みました碑文に実は書いてありましたそして今お話ししたエピソードの続きには、まあ、こんな言葉が書かれています。ますか、ねえー、るの地 まあ、たちょっとたくさん漢文が出てきて申し訳ないんですけれども、えー、叱るのちあまねく草木の花、羽毛中魚の品に及ぶも、その形をことごとくし、その神を餌し、その心を得て手に持つ。この鶏のですね、死、え、体、ー、動きというものを得得した後のち、 まあ今度は、草木とかまあ鳥以外の鳥、それは、もしくはまあ虫とか、魚といった、生きとし生ける動植物の姿を知り尽くすことによって、その神に会うことができる。まあ、そして手が動くというんですね。ちょっとすいません。もう一回、図録に戻っていますが。 そういった絵がありましてこういったですね植物とかそれからまあちっちゃくて分かりにくいんですけれども虫とかここに鳥が青い鳥がいるんですけれども、まあ、こういったものをじーっと観察することによってその中に潜む神これに会うことができるとューは言うわけです。 弱中はですね、その神のことをこう言って、神器とも言っています。神の木と書いて、神器ですね。じゃあ、この神器って一体何なのかと言いますと、まあ、いわゆる、えー、神様という意味ではなくて、まあ、そのものに潜む霊妙な働きとでも言いますか、まあ、そういったものを、この神器を捉えることによって、 もの、えー、を描くということですね。若冲の絵が、えー、なぜこれほどまでに私たちを魅了するのかそれはこの若冲の絵にですねこの神器が宿っているからではないでしょうか仏教にはですね えこのように草木国土、失海浄物という言葉がございます。命ある草木、まあ、我々もそうですけれども、生命のあるもの、それから国土、まあ、土とか、まあ、そういった石ころとかですね、そういった命のないもの、まあ、こういった草木のこと、私らのことを情があると書いて、鵜情と言います。そして国土 まあ石ころなんかは情がないわけですから、まあ、非常のものと言いますけれども右上のものも非常のものもことごとく皆仏性があって成仏できるといった言葉です。ここで覚えていただきたいのがこの仏性という言葉なんですけれども。 この仏性ですね。これこそが先ほどご紹介しました、この神器と同じことです。ではなぜですね、この草木国土失海情物、我々生命のあるものも、生命のないものも、等しくこの仏性があるんでしょうか。般若心経というですね、お経、我々が毎日、 読み上げておりますお経、般若心経というものがありまして、その中にこういう言葉があります。えー、四季即是空空即是色。この四季というのは、まあ黒とか白といった色、カラーという意味ではなくて、えー、物質、物質ですね、ごめんなさい、物質という意味の四季といいます。 私はあまり物,、えー、物理に明るくないんですけれども、まあ、私を含め、まあ、例えば後ろにありますお軸とかお花、カす全てこれ物質ですね。でこれをだん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 細かく見ていきますと、まあ、例えば分子とか原子とかでもっとちっちゃくちっちゃく見ていくと、まあ、粒子になるわけですね。 で実はこの物質っていうものは、まあ、粒子の集まりでございまして、まあ、あらゆるものがこの粒子がで,できているわけです。でそれが集まったりそれから組み合わさったりして物質ができているわけですけれどももともとはですね味とか香りそれから、えー、触覚触った感じとか、まあ、何にもないわけです。しかもそれは常に動いて変化してい これが物質なんですね。私たち、この私の人間の体も細胞が常に入れ替わって、1秒たりとも同じ私ではないわけです。今話してますけれども、1秒前の私はもう以前の、今の私ではないわけですね。ですから、刻々と変化する物質っていうものに、実は実体というものはございません。 これを先ほど申しました空空の空と言います。そしてそこには私と皆様の命生命あるものの無情なものとそれから先ほど言った無常、えー、非常なもの石とか土とかこういったお軸とかこういったものに実は違いというものはありません。 別々なのようで本来は同じ存在と気づいたとき、私と皆様、あなたが同じなんだっていうふうに分かったとき、そこにはですね、他人と比べたり、他人を傷つけたりすることができない。私たちのような人間界と自然界というふうに区別したり、 差別するといったような、まあ、人間的なエゴ、まあ、自我というものは生まれないんですねあらゆるすべてのものが物性を備えた尊い存在でございますただし、まあ、私とあなた、まあ、人間と自然といったようないわゆる相対的な世界これが 実際の世界ですよね我々社会生活を営んでいく受けでは、まあ、絶対にこの「比べる」といったものがから逃れることはできないわけです。ですからですね比べたりそれからものに固執する心執着する心そういったものから一旦離れるということがとっても大切なことなんです。 えー、禅は今ここに存在するすべてのものそれは人間ですとか動物植物そういった一切のすべてのものそういった、えー、そ束縛された心ですね執着から離れました心現に今存在しているもの そういったあるがまま、ありのままの姿をどこまでも見極めていくという宗派であります。今回、えー、ご紹介しました若冲もまたですね、この絵筆を取った時にですね、目の前にあるものの対象のありのまま、あるがまま、まあ、先ほど申しました新規。 それから仏性っていうものを描くことによってですね今我々の心をですね揺さぶる感動する絵が生まれたんではないでしょうかえー、あっという間にお時間が、えー、来てしまいました本日はあ芸術というテーマでですね、えー、伊藤若冲のお話をさせていただきました 本日はご清聴ありがとうございました。